主膳は合肥新城の戦いでも躍動し勝利に貢献した。だが孫悟は合肥新城を奪わずに帰還する。孫権は領土拡大よりも国を守ることに重きを置いたのである。その後も主膳は孫権に信頼され呉の中軸を担っていく。主膳も孫権の期待に応えるべく日々努力していた。今もまた家計の腕に磨きをかけるべく一人鍛錬をしている。主膳、孫権殿、驚かさないでくださいよ。すまない、学友たるお前とゆっくり杯を交わしたいと思ってな。それでこんなところまで来たんですか。特別扱いって言われないように避けたのに、孫権殿が来てしまったら意味ないじゃないですか。今さら何を言う。確かにお前の仕官は私が世話した。だが今ここに燃え盛る炎のように孫悟の未来を照らすようになったのはなぜだ。全てお前の実力ではないか。そう思いますか。そうだと思う。ありがとうございます。毎度毎度火をつけてばかり、自分でも嫌になったのに全部それで解決してきました。でも孫権殿がそれも実力のうちって言うなら問題ないですね。うん、これからもじゃんじゃん燃やしまくりますよ。それは頼もしいな。はい、火付け役は俺の使命、これからも期待していてください。